本州四国連絡高速道路株式会社は道路関係4公団民営化関係4法を構成する高速道路株式会社法により設立された特殊会社本州四国連絡道路のほか、連絡橋に係る鉄道施設を管理する通称は JB 本市高速2005年10月1日設立日本道路公団等民営化関係法施行法 第13条第1項に規定する基本方針に定めるところに従い、本州四国連絡橋講団の業務並びに権利及び義務のうち、日本高速道路保有、債務返済機構が引き継ぐもの以外を引き継いだ。本社は、兵庫県神戸市中央区小野柄通り4-1-22。付属機関に超大協技術センターがあり、世界トップクラスの長尾橋建設。 維持管理技術のノウハウが蓄積されている。高い協力技術やノウハウを活用して、国内外で協力の調査、設計、思考等の住宅や技術者派遣といった技術支援業務を行っている。サンルートある本州四国連絡協の建設資金の大半は借入金によって賄われたが、高額な通行料金が災いして開通後の通行料が見込みを大幅に下回った結果、 通行料金収入が不足し借入金の返済が思うように進まない財務状況となっており、後段の経営の健全化が急がれていた。なお、道路会社法不足では、経営の安定が確保された時点で、西日本高速道路株式会社との合併に必要な措置を講ずるものとされている。民営化の前に、長期債務の一部が切り離されている。詳細は、 本州四国連絡協講団の候を参照。同社の経営理念として、ブリッジ、コミュニケーションテクノロジーが掲げられている。以下の三社は、完全公会社である、連結市会社。ありがとうございます。